はい、どうもりゅうです。皆さん元気足りてる？はい、今日はですね、パワームーブに必要な、筋トレを皆さんに、紹介していきたいと思います。まあ、パワームーブ必要な筋トレというか、僕が、まあ、ずっとやってきた筋トレなんで参考になる人はすごく少ないと思うんですけど、まあ、自分なりの解釈で、皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、よかったらやってみてください。それでは早速やっていこう。はい、まず僕が、ずっと大切にしてきた筋トレ、倒立腕立てですね。はい、で、まあ壁を使ってやっていきましょう。まず壁を使ったら普通に壁倒立できるんで、このまま頭を下に持ってきちゃうと多分頭がついちゃうんですよね。これを地面を見ると頭つくよりももう一個深く入るんで、できるだけ地面見ながらおでこか、鼻つけるイメージでやってみてください。これを、まあ、自分のペースでいいと思うんですけど、まあ、3セットぐらいで50回いけるようになったらもうやばいですね。すごく多分レベルが、筋トレレベルがかなり上がってると思うんで、まあ、最終3セットで50回目指してみてください。でですね、筋トレ、特に壁倒立の腕立てをやってる時にもう上がんなくなることってあると思うんですよ。例えば普通にやっててこの状態で、あ、上がんねえと思ったらここで下ろす人も多いんですけど、これだと自分の限界を超えられないんで、上がんないと思ったら3点でいいんで、倒立腕立てとかって結構しんどいと自分のタイミングで足を落とすことができるんで、それをもう上がらないところから違う動作、チェアでもいいし3点でもいいんで、違う動作でプラス2回を、心がけてやってもらえるとメンタルも強くなると思います、絶対。はい、これは僕が心がけてることです。次の筋トレはこの座った状態で足を寄せてあげます。で、お尻を浮かせます。この状態からゆっくりこの手の間を通して倒立で、落とすときに腰を残しながらゆっくり落としてあげることがパワームーブに必要な筋トレです。はい、これを上げるときは早くていいね。ゆっくり落としてあげる。これをそうですね、5回3セットとかだと、すごく負荷がかかると思います。でゆっくり落とす、理由は倒立トーマスとかエアーからトーマスとか結構上の動作から下に、行くパワームーブの時に腰がゆっくり残せないと腰が100から0まで息を落ちちゃうんですね。これを腰を残しながら下げてあげるとトーマス行く時も腰がちゃんとこう中盤の動きっていうのがパワームーブにすごく一番大切だと僕は思うんで、この筋トレでも上げたら息を落とすんじゃなくてゆっくり落として入れてあげるっていうのを、最初はできなくてもいいんで徐々にできるようになってくるとパワームーブに生きてくると思います。なのでやってみてください。で、最初この動作から倒立まで上がらない人もちろんいると思うんで、上がらない人はまずこうですね、浮かせる練習をしていきます。で、浮かせるポイントとしては手の幅が広くなっちゃうとまず、手に体重がかからないんで、これトーマスもそうなんですけど、手の幅が広くなっちゃえばなっちゃうほど乗らなくなっちゃうんで、できるだけもお尻の部分に寄せてあげること、お尻の場所にしっかり持っていって、ここで腹筋を使って足も曲げていいんで膝を胸に引きつける意識
で、やってみてください。これ意識すると腹筋も使うんで、パワームーブって、腹筋、背筋よりも腹筋めちゃくちゃ使うんで、寄せる動きが多いんで。なんで、まずはこう。で、倒立まで上がらない人、まずしっかり抜く練習。押して、まずは3点です。3点倒立。で、ゆっくり落として、向きに抜いて、3点倒立。という感じで、できない人は段階をどんどん踏んでいくようにすると、どんどんできるようになるんで、3点に乗せちゃってもいいんで、やってみてください。まあ今、この、浮かせるトレーニングをしたんですけど、これにプラスアルファするなら、例えば、家でやる人は、自分の壁から壁まで、この浮かせた状態で、ちょっとずつ歩きます。で、これ、多分、ちょっとアホみたいな感じなんですけど、やった後すごくね、腹筋にね、負荷がかかってるのがわかると思います。で、これを、まずは、部屋から部屋まで、半分やったら、できなかったら今度往復っていう感じで、常に、腕に負荷がかかった状態プラス、腹筋を常に使うっていう動作を、やってもらうと、よりパワームーブに近い形になるかなと思いますんで、この、乗せた状態の歩行、これぜひやってみてください。で、なかなか歩けない人は多分手の幅がこう広くなっちゃうので、できるだけもうお尻に常にここつけた状態を保ってあげると、つけた状態プラス膝を寄せてあげるとできるようになると思います。はい、トライしてみてください。今からブレイキン始めるけど、でもまだちょっとこう倒立ができないよって人は、まず腕立てからいきましょう。で、ただの腕立てでも、まあ回数重ねれば十分なんですけど、より負荷がかかる筋トレ、腕立て紹介します。まず前後に腕を開いて、ここで一回胸をつけるイメージで、で、このつけたら起き上がるときに入れ替えます。腕を前後にで上げて入れ替えるんじゃなくて、この上げる反動を使って飛んであげます。これが2です。で、3で外に開きます。4で中盤、5で寄せてあげる。はい、これは5回で1セットになるんで、まあ、これを自分の、体に合った回数、まあ、例えばこれ7セット3発やるとしたら 35×3 なんで100は腕立てすることになるんで、まあ慣れてきたらどんどんセット数を増やしてあげる。で、押すことが大事ですね。パワームーブ押しの動作めちゃくちゃ多いんで、しっかり上に押し上げるように、はい、意識してみてください。これなら倒立できなくてもまず体作りできるようになるんで、この腕立て5回で1セットをやり込んでみてください。で、これも次も腕立てになります。次の腕立てはここまで一緒です。この後に飛んだ時に肘も飛びます。肘からもう一回押し上げてあげる。そしたらこの、パームーブでいう肘押しですね、エルボーエアだったりとか、いろんな片手で肘で上げたりとか、いろんな要素あるんで、肘を経由する腕立て、これもやってみてください。で、パームーブ何回も言うんですけど、僕の中で、肩の、筋力とこの裏の筋力と、あと腹筋がめちゃくちゃ大事なんで、最後腹筋のトレーニング、これですね、アブローラー、これを、まあ自分のできる範囲でやってみてください。はい、で、これを10回3セットぐらい、多分初めてやった時4回ぐらい腹筋持ってかれるんですよ。腹筋をね、持ってかれるってのは筋肉痛ってことなんですけど、
持ってかれるとどうなるかというと、パワームーブ一切できないです。で、それを体験した時に、あ、腹筋ってめちゃくちゃパワームーブに大切なんだなっていうのを、まあ、自分自身で実感したんで、腹筋、このアブローラー使ったりとか、もしこういうのがなかった場合は V 字腹筋ですね。この状態で手と足を地面にギリギリを狙って、ちょうど体の真ん中で上げてあげるっていうのを、まあ、15回3セットぐらいやってもらえるといいですね。で、筋トレ、例えばじゃあ倒立腕立てをします。3セット基本やってほしいんですけど、倒立腕立て1セット、まあ、限界までやるとしてプラス2回狙いました。次、インターバルって言って休憩取ると思うんですけど、もちろんこれ人によると思います。筋トレのインターバルは別に自由なんですけど、僕は、まあ、例えばじゃあソロバトル、ブレイキンに置き換えると、まあ、ソロバトルで自分が踊って、じゃ次相手のターンっていう時に、相手は長くて1分、短かったら30秒とか45秒、で次のターンが回ってくるってことは、その休憩の間に、ある程度踊れる体を作っとかなきゃいけないってことですね。ってことは筋トレも、例えばじゃあ1回やって5分とか休憩してできるのなんて当たり前で、例えばじゃあ1回追い込んでインターバル30秒から40秒して、またすぐ限界まで倒立腕立てをやるっていうのを3セット続けた方が、まあ、確実に実践的プラス、自分の筋力も疲れた状態でどんどん、トレーニングに慣れることが僕は一番必要だと思ってるんで、まあ、インターバルの、取り方は自由ですけど、僕は大体30秒ぐらいでとりあえず3セットをやってます、はい。で3セット終わったら、まあ、1分2分休憩してすぐ次の種目に行くって感じで、もう4種目ぐらいやったらもう腕がパンパンになって、結構僕のトレーニング時間は短いというか30分ぐらいで終わるんですけど、もうバチバチに追い込めるようになるんで、よかったら、パワームーブ、頑張りたい人はちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで簡単ですけど僕がやってるトレーニング、今日紹介させてもらいました。まあどこにでも出回ってるようなトレーニングなんで、参考というか別に新鮮さはないですけど、まあ、倒立腕立ても僕のボディカのチームメイトのヨシシャークさんって人が昔、リュウちゃんどんなトレーニングしてるのって言って、倒立腕立てめちゃくちゃやってますみたいな感じで言ったら、もうそのヨシシャークさんずっとそれをやってたんですね。そしたら、まあ、一緒に住んでたし一緒にチームでやってたんで、それがの成果がもう、なんて言うんだろう、実感できるんですよね、人がやってて。ヨシシャークさんのすごいところはそれを続けること、3ヶ月も4ヶ月も半年ももうひたすら続けてて、フリーズが止まるようになったりとか力強さが増したりとかっていうのは僕が近くで見てて一番実感できてるし、まあ、僕自身もこれをずっとやってて一番なんていうの、リアルに体験したというか、自分で、そう、すげえ言葉が下手な、自分でこう感じたことなんで、筋トレって一番必要なのは種目もそうなんですけど、まあ、続けることですね。結局続かなかったらそれってなんかもう無意味というかあんまり意味をなさないと思うんで、まあ、最初からこう1年続けようとかだと結構メンタル的にきつくなっちゃうんで、まあ、まず1週間1ヶ月で自分の無理ない程度に、何か目標がある人は、まあ、ちょっと無理してでも、まあ、自分の目標を強く持っててれば、それは絶対できることなんで、はい、自分のそのスタンスに合ったトレーニングを続けるように、はい、皆さん頑張ってください。はい、っていう感じで、よかったらこの期間にやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。